第5の連チャン、マイナス5000点から始まります。ハイパイは1メンツ2メンツなんとかなりそうな生活、ね、はい、丁寧に整えて、まあ、右側から選んでいきましょう。第1打9万、なんちゃサルカはメンツなし、シャーチャシラトリ4トイツ、ペーチャ水原はバラバラとしています。結構チャンスかな、親大吾さん。そうですね。4人で比べると比較的まとまった手が入っている。すでに2メンツ完成しています。もういいな、うん、キャンスをあたり切りますか。役割に持っていきたいですね。こちらは8種9敗になった水原です。ハッシュドビーフ。そうですね。今言おうが言わないか迷ってた。瞬瞬がありました。ハッシュで止まってもらったら絶対言ったんですけど。なるほど。私の振りが甘かったですね。はい、いえいえ、とんでもないです。あ、九州。ありますね、国士。九州。ダジャレですか。ありますか。はい、ちょっと考えてなかったです。九州男児。あ、水原さんは九州長崎県のご出身で。あ、そうか。欲しいのはトンペイ99,000。いや、ちょっと九州になってくるとちょっと不気味ですね。うん、今期まだ出てないですね。うん、しかも3種類しか出てないですね。国士と。スアンコと対戦。そうなんですよね。はい、M リーグもう6年目ですけれども、はい、まだ100万の種類が増えないというね。今年は地方チャンスが2回もありましたからね。お、これはどうしますか。両層2枚入れか。この想像を生かすならば、まあ、チートイツとかになってきそうですから。ーチートイツ三シャンテン。チートイツ三シャンテン。国士は三シャンテン。はい、もうチートイツしましたか。うん、はい、さあここで国士無双に別れを告げました水原です。猿川の手が良くなってきてますね。いいシャンテン、はい、食い地がけありますね。でも一旦大吾さんの親を終わらせる。うん、大事なミッションですね。ライバル大吾の親番を終わらせたい。3万絶好。嬉しいところが泣けました。強いかな。あ、でも水原さんが4枚持ってるね。あ、そうですね。リャンソー山0、ウーソー山2。さあ第5の親番を終わらせるべく、ライバルチームビーストの猿川がテンパイを組んだところです。待ち割りアウンソー、水原はうまくいけばの本一チートイツを狙っていますから、リャンウンソーは簡単に出そうにはありません、うん、さあどっちが勘できるか。なるほど、ウーワンの方を選びました。赤もありますね。そうですね、はい、赤が楽しみです。チートイツイシャンテンまで来ましたね。はい、白鳥です。ビサのトップ目、まあ、メンツででもあまり価値がなさそうですから、チートイツには決めるでしょうか。うん、リャンマンが自身の目から3枚見えている。まあ、とにかくオーラストップ目で迎えたいとは思うので、うん、2000点まではまだトップ残るかな。応酬してもね。なるほど、はい、まあ、ドラガシャですからね。あとはサルカクに赤があるかどうかっていうこともあるんですけど、ええ、さあ国士無双が見えていた手からよもやの本一チートイツを狙っている水原、ちょっと現実味を帯びてきました。これで4トイツ、さあもうサルカーにテンパイが入ってるぞ。間に合うか第5。9万は3枚切れですが、うん、ここで手放します。タイヤも少し見えてきたかな。うん、
チードイツに限らずということですか、うん、上がれるなら上がりたいですからね。そうですね、白鳥さんも、うん、いや、大吾さんこれだけあのマイナスしてるんで、あの最後上がって終わらせてくれるパターンもあると思うんですよね。なるほど、はい、だから、まあ、オーラスはトップ目で迎えたい、うんうんうん、ビザであっても、はい、逆に言うとビザでまくられた状態でオーラス迎えてしまうと、そう、自分が上がらなくて、ね、意外がありますからね、他の人の上がりでね、うん、上がそのまま終わらせられてしまう可能性があるということで、はい、さあ水原本一チートイツのイーシャンテンダー、サルカーにはリャンウソがまだ訪れない。本一チートイツのイーシャンテンですから、逆に言うと水原選手リャンウソ持ってきたら切りますか。ちょっと2枚切れ怖いんですよね、水原さんの 目線から言うと、まあ、確かに、はい、水原の自身の目から現状で6枚見えているリャンウソですからね。ただ水原さんは追いかける側ですからね、ええ、打つこともあるかもしれませんね。テンパ入った時かな、それは。ただ大悟は、あ、来た、あ、やっと来た、貫禄ピンでリーチに行きます。さっき2枚目が場に出たばかり、あとは猿川どこまで押すか。まあ間違いあんめだから本当は押したいんですよ、猿川選手も。そうですよね、うん、自分がね、例えば降りて上がり逃して、はい、大悟さん連チャンっていうのが一番最後、あ、これ勘ですね。おお、これはさっきまでは嬉しかったけど、はい、ナイス残しですね。うわ、これでも行きますか。相手からのリーチが入ってますよ。勘でしょ、勘だ、うん、勝負です。覚悟を決めたウーワンをアンカン、シンドラがチースをサルカバ1枚乗った。おー、リーチャンか、一気に高くなりました。先手が満開になりましたね。本当だ、タンヤオのみがタンヤオリンシャン赤赤、これはいかにもモンキーマジック2004戦一本だ。これを上がられてはフェニックスもたまらない。いや、序盤苦しんだ分、猿川選手が年が変わってから存分に輝いています。なんとトップまで狙える位置で第4局。ナイスウーワン、あんこ残し、本当ですね。チーピンとウーワンどちらを残すかというところでした。全てが猿川に味方したような結果になりました。さあ第4局はどうだ。赤が2枚です。トップ見えてきました ね、こうなったらトップまで行きたいですね。ビースト